清水一郎は、元日本テレビアナウンサー。日本のプロレス実況の草分けの一人である。入社して間もなくプロレス中継に関わった。1957年10月7日、東京、高楽園球場での東、富士、豊登組対、ダニー・ブレッチェス、ハロルド・坂田組のタッグマッチで、プロレス実況デビュー。徳光和夫や佐野和正らと共に、 日本プロレス中継の実況を担当した。1972年に日本テレビでの日本プロレス中継が終了した後は、事実上の後続番組である全日本プロレス中継の実況を1978年まで務めた。1997年10月18日に死去。去年64。プロレス中継では、 力道山最後のテレビ中継となったインターナショナル選手権試合、ザ・デストロイヤー戦の実況、前世紀のジャイアント・ババの試合や、ババとアントニオ・イノキとの勝負法の試合、ババがジャック・ブリスコから NWA 世界ヘビー級王座を奪取した試合など、数々の激闘を実況した。解説者のカオルの里や山田隆史とは長くコンビを組み、映像が多く現存している。 東京プロレスより復帰したアントニオ猪木がメインエベンターで出始めた頃、実況で清水はアントニオ猪木と呼ばず、猪木漢字と本名で呼んだこともあった。実況スタイルは独特のトーンで試合を淡々と、そしてシリアスに伝えるシンプルなものであった。このエッセンスは後続の多くの実況アナウンサーに受け継がれていった。ありがとうございます。